そうか。でも食欲はちゃんとあると。で、食べてるのがハリネズミフードのふやかし、はい、そうですね。と、硬いのは食べない。やっぱりちょっと食欲は落ちますね。硬いのとは。はい。で、あとミルクは、こういうハリネズミ用のミルク。そうですね。エキゾチックアニマル用の。はい。あとミルワームは、これは生、上、あのドライ。あ、生です。生。ミルワームって毎日あげるんですか？そう、いや、最近はあげてないんですけど、やるとしたら週にたくさん食べた時期があったんで、ええ、それも原因の一つなのかもしれないんですけど、最近はあげてない、あんまり、はい、これはカルシウムかけてます？ミルワンはかけてないです。かけてない、はい、で、ハリネズミフードがじゃあ最近は主体なんですね。はい。何グラム食べあげます？1日測ったことはない。そうですね、詳しくは測ってないんですけど。測ったことはない。はい、わかりました。で、モゾで買ったんですね。モゾのミルクです。で、今まで病歴は特にはないですか？ないと思います。ないですか、はい、OK。それからね、飼い始めてからこの首の後ろに薬垂らしたことあります？ないです。ないですか、はい、はい。じゃあちょっと体重。体重は測ったことありますか？最初に1回だけ。最初だけですね。今日ではその 3年ぐらい前ってことですね。そうですね。はい、ちょっと蓋開けてもらっていいですか？はい。すいません。はい、よいしょ、はい、そうか、これ嬉しいもんね。232g。ごめんね。はい、じゃあ蓋してください。見ただけじゃ分かんないんですけどね。あと、なんか気になること。2週間前ぐらいに、ええ、その水の入れ物をひっくり返す癖があって、うん、はいはい、それでなんか一時期床材がカビちゃってて、はい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 、それもカビというかカビかけてたんですけど、うん、床のお掃除はどれぐらいのペースでしてらっしゃる？結構2ヶ月に1回ぐらいしかないですね。それはいかんね。カビのせいのかもしれないよ。もしカビだったらさ、それ辛いよね。はい、ごめんね。怖いから丸まっちゃうよね。わかりました。そしたらね、はい、あの持ってきてもらったうんちと、はい、それからちょっとレントゲンを取らさせてもらってもいいですか？はい、で、受付でプリントもらいました。はい。ちょっと持ってきてください。これでね、うん、すみません。どっかに料金表が載ってるんだけど、ね、ざっくりちょっと、はい、初診料が、あ、ご一緒の方もいいですか？あ、すみません。初診料が700円、それから便検査が直接だから1000円、レントゲン検査がいくらだったっけ、レントゲン検査単純撮影が2500円、はい、そんなにかかりますけどよろしいですか、はい、それでこの場で片しますか？ちょっと時間はくださいね。はい、はい、じゃあこちらね。よーし、そうすると薬かけるうちね。はい、じゃあね、ちょっとこのケースを持っていってもらって、じゃあ待ち合わせでちょっとお待ちいただけますか、はい、すいません。あとですね、あ、ごめんなさい、もう一個だけ、はい、YouTube とかご覧になります？ああ、まあ一応、はい、見ます？はい、うんとね、待ってる間もしよかったらですね、ちょっとおかけください。はい、YouTube 開けてもらって、はい、検索あるじゃないですか、はい、で検索で獣医師さんの私さんのっていうので獣医師佐野、はい、これで検索してください。そうすると、はい、ホームとか動画とかあるんですけど、真ん中辺に再生リストってありますよ、はい、ね、再生リスト、はい、そこをクリックしてもらうといろんなのがあるんですけど、その中にハリネズミのことがあ、はい、2本ぐらい上げてます、はい、それともう1個ね、ついでにススキのところ下の方に行くと、はい、からあとデンタルケアのところ、はい、
もし見れたら見ていただいていいですか、はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと待ち合いでお待ちくださいね、はい。